彼らの恋の行方をただひたすらに見守る CD。 男子高校生初めてのフォースアフターディスク、 Just You ラバーズ Q&A パート2。この実学園3年、広井浩二、部活は入ってね。こっちに引っ越してきてもうすぐ1年だな。伊藤天音、大学1年、小学部に通ってる。天音が卒業しちまって何の癒しもね。早く俺も卒業して。付き合い始めたんは1月末だから、まだ1年経ってねえな。告った日は3年が3学期になって学校来なくなってたけど、天音が来てるって聞いて探し回ったんだよな。大学入試の1週間くらい前だった。それはマジ邪魔して悪かった。別に、あんま切羽詰まって受験勉強してたわけじゃなかったし。でももっと天音のこと考えて後にするとか。本当に迷惑だったら話も聞かないから。わかるだろ俺のこと。おお。後で話したいなんて約束されても俺絶対忘れるし、だからあれが最後のチャンスで会ってた。そっか。そもそも小学生の時の初恋の相手に転校先で会えるなんて本当俺ってラッキーだよな。よく俺のこと覚えてたな。そりゃ初恋だぜ。確かに浩二がずっと俺の写真を持ち歩いてるようなしつこい男じゃなかったら付き合ってみようなんて思ってなかったかも。じゃあ俺の粘り勝ちってことか。諦めが悪いってこと。自慢できることしかねえ。俺そんな大した人間じゃない。何言ってんだ。まずクールに見えてちゃんと芯が通ってるとこがかっこいいし、家族のことをすげえ大事にしてるし、喧嘩強えし、顔も体も綺麗だし、大学に行ってからは簿記の試験受けたり真面目に勉強してるのもすげえ。最後のは誰でもそうだろ。大学に遊びに行ってるわけじゃない。でもバイトして生活費稼ぎながらだろ。やっぱ天音は最高の自慢の恋人だって。もう分かったから何度も言わなくていい。こういうツンデレっぽいとこが可愛いんだよな。ちょっと天然入っててエロいことに免疫ないとこも。は？あ、いや、そういや俺は、俺の自慢は体が丈夫。それだけかよ。あとなんだかんだ優しい。え、なになに。別に。興奮したシチュエーションってどういうこと。そりゃエロいことだろう。そんなんない。俺はいっぱいあんな。初めて天音が誘ってくれた時もマジでって興奮したし、ラブホのでっかい鏡の前でやった時も男のロマンだなって感じたし。男のロマン、そんなんで。天音はあれだろ、夏祭り行った帰り神社の薄暗いとこでキスしてたらなんか盛り上がっちゃった時だろ。は？盛り上がってなんかないし。そうか？大急ぎで帰って家でやりまくったじゃん。覚えてない。天音は人に見られるかもっていうスリルに弱いんだよな。そんなことない。じゃあこの後のデートで試していい？ずっと嫌だ。彼らの恋の行方をただひたすらに見守る CD。 男子高校生初めてのフォースアフターディスク、 Just You。 外ではもう絶対にしないから。わかったって。結局やっちゃってるし、天音って俺に甘すぎんだろ。
もしかして俺ってすっげえ愛されてる ?2021 年1月29日発売。